今日の晩ご飯は鮭のホイル焼きにしました。しかしパパがゴルフの打ちっぱなしに行った後飲みに行くそうです。はい、その頃のしゅうちゃんのアピール中です。今日も可愛いね。もうシーツもボロボロだね、しゅうたろう。しゅうたろうの全貌です。でーれんでーれんでーててててて、いた、でーれん。こっちのアングルの方が可愛いかな。しゅうたろう、何回もおかわり要求で、晩ご飯は何回食べたんですか僕。うん、そういう可愛いポーズをとってもダメですよ、しゅうちゃん。聞いてます？これがまた可愛いんだ。可愛い。しゅうたろう、この可愛さ、そしてこのお腹のモフモフ、このあんよ、触ってませんまだ。そしてこのお手の真っ黒な肉球、え、かわいい。じゃあちょっとホイル焼き見てくるね。最近のオリーブオイルはこのコストコで買った5リッターのオリーブオイルを使っております。揚げ物が大好きな我が家はすぐなくなってしまうので2本買ってきました。蓋をして蒸している最中です。10分ぐらいでできる予定で、火は中火となっております。お水は半分ぐらいのところに入れて。味、戻ってまいりました。早速シュー太郎に足を引っかかれました。シュー太郎、元気になっちゃって、ちょっとママの隣で寝かさせていいですか。なんか警戒してる、この手が怖い。でれんでれんでれん、大丈夫？あれ、うこ、うこ、しーちゃん怖くわ、あら、怖ーすーたろ。鮭のホイル焼きできました。最近16穀米にはまってて、このコストコで買ったやつ、じゃじゃーん。あと、これはゼロカロリーのジンジャーエール。これも1本50円ぐらいだったかな。これもコストコ。これちょっと開けてみる。じゃじゃーん。これはオリーブオイル引いて、玉ねぎ引いて、鮭、生鮭引いて、クレイジーソルトね、これ。これを振って、しめじを上に乗っけて、そんで最後出来上がったら、レモン汁を振りかけて、出来上がりのやつです。これから実写！いただきまーす。うん、一口食べたけど美味しい。お酒が飲みたくなる美味しさですが、帰り、迎えに行かなくちゃいけなくなるといけないので、ダイエットジンジャーエールで我慢です。